こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦、実況は私西岡と、お隣解説席には堀池匠さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。スローインになりました。玉ボタのスローイン、攻守が変わります。主審はファールを取ります。なおこの試合の主審はドブロスラフ・ドズムラです。苦しかったですけどよくしのぎましたね。コーナーからのリスタートになります。ヘッドは浮いてしまいました。頑張ったんですがちょっとボールが高かったですね。ベンゼマ、さあスタジアムのテンションが上がります。サンティカソルダのところに行きました。何ヨベティッヨベティッチ、ダメに当たった。さあどうだ。ここでシャビアロンソ、ヨベティッチ、カットです。一旦攻撃を防ぎます。リオネルメッシからのパスがずれました。ラインを越えます。ラミレス、ヴィンセントコンパニー、サイドを変えました。よく聞いています。サンティカソルラ、何を止めないと危険です。よく聞いていますサンティカソルラ、よく聞いていますシャビアロンソ、ドスサントス、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、アロンソ、惜しいシュートはわずかにゴールの外側でした。いい形でゴール前まで持ってきました。ディフェンスを抜いた、うまく組織されたディフェンス、サイドからの突破を許しません。ダミです。注目の何がいます。もったいない形でボールを渡してしまいました。ダミです。このまま行かせると苦しいですよ。ヨベティッチ、ゴールだ。先制点だ。決まった。
ベンゼマ。このパスはベンゼマに向けてです。ベンゼマが入ってきた。ラミレス。この動きが何です。セクシーなボール回しです。ここを起点にできるか。欠かせない存在です、アシュニー・コール。決まるか。サンティ・カソルダ、素晴らしいヘディング。ゴールが決まりました。これは綺麗にヘディング決まりましたね。ドサントス、狙っていった。弧を描いてゴールへ。よく聞いています。サンティ・カソルラ、技術がある選手です。ボールを持たせると危険ですよ。アシュリー・コール、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。欠かせない存在です、アシュリー・コール。コール、キーパーに戻します。リオネル・メッシ、このパスはベンゼマに向けてです。出しどころが見当たらないようです。リオネル・メッシに止められます。リオネル・メッシが奪いに行く。ボールの動きが激しい。よく見えてます。ネマヤ・ビリッチ、ラミレス、ボールの動きが激しい。サイドを崩してチャンスを作った。ディフェンスが冷静に対応。クロスが合いません。あっと、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。後半45分、キックオフです。フラッグが上がっています。オフサイド。ヨベティッチ、まだボールは生きています。
ましたがピンチが続きます。何合わせてくるか、攻撃の手には渡りません。キーパー手を振って前線の選手に合図を出します。チームを前へ前へと促しています。ちょっと精度が悪かった。ミケル・カシージャスのボールはラインを越えていきます。ラミです。サンティ・カソルダのところに行きました。サイドチェンジしました。この動きが何です。ここに注目の何がいます。このままゴールまで突っ込んでほしいですね。大きく蹴った。クリア。決定的という場面、なんとかクリアしました。メッシがスペースに駆け込む。さあメッシです。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。メッシ、このパスはベンゼマに向けてです。蹴り出しました。これは危ない場面でした。コエントロン、ボールを運びゴールに襲いかかります。味方が上がってチャンスを作りにかかります。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ヨベティッチ、コンパニー、ボールはどちらにこぼれるか。サンティ・カソルラ、ラミレス、まだボールは生きています。もう綺麗に決めました。入りました。これは中盤がうまかったですね。うまく飛び込みました。ナイスセーブでしたが、相手の前に弾いてしまいましたね。この角度からも見ましょう。強い。体をうまく使います。ボールを取った。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ラミです。ホール、ボールの動きが激しい。ここでセルヒオ・ラモス、ドスサントスがいました。さあ攻撃に意識を切り替えたい。ゴールへの寄せが非常に速い。ネマヤ・ビリッチ、聞いています。サンティ・カソルラ、これはもうキーパーに余裕がありました。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。
スを入れたい。サイドからの攻撃はここで止められます。ベンゼマ、ディフェンスがブロックに入ります。軽やかにかわしてきた。この突破は失敗に終わります。味方が上がってチャンスを作りにかかります。ベンゼマ思いっきり飛びましたが、これは浮いてしまいました。ちょっと合いませんでしたね。シュートが枠に入りませんでしたね。実にいいクロスでした。いいクロスでしたが、シュートがちょっと上に行きましたね。サンティ・カソルダのところに行きました。リオネル・メッシ、シャビ・アロンソです。何が絡んでくる。ビディッチ、アシュリー・コール、コール、キーパーに戻します。これはいいところにいました。ここでシュート、チップシュートでゴール。さあ、あと1点で同点です。残り時間もあまりない枠ですから、パフォーマンスなどしないで早く試合に戻った方がいいですよ。あと2点欲しいわけですから。ここでタイムアップ。激しい戦いとなったこの試合、最後は3対2で試合が終了しました。